皆さんこんこにちはメディアおすすめの小説「灰色の犬」ということで福沢哲造さんというんですかねこの方僕初めて読むんですけれども面白かったですでこれやっぱ何がいいかってこれ kindle 読み放題になってたので初めてこの作家さんを知って読んでみたら面白かったということでもし kindle 読み放題じゃなければこれを手に取ることなかったと思う ですね、まあ、読み放題だから軽い気持ちでちょっとダウンロードして、まあ評価もね4みたいになってるから、まあ面白いのかなと思って読んでみたら面白かったということです。で、面白かった本に関しては是非、ね、ぜひ読んでほしいので、一切ネタバレしません。もうなんか、少しでも解説したら、やっぱ先入観が入っちゃうじゃないですか。面白い本は、もう先入観とか、だからここにね説明とか書いてあるのもね読まないでほしいんですよ。 アマゾンのページにね、アマゾンのページに、だから説明書くなよって思うんですけれども、説明見ないようにいつも読み放題ポチッと押してるんですけど、いやー、この本はね、素晴らしかったですね。で、これ、面白かったんですけど、まあ、後でまた別動画でやりますけど、全4巻ってなってるんですよ。どうも、なんか、掲示物のシリーズ物みたいで、いやー、これ1巻かと、面白かったぞと。で、全4冊全部読み放題になったので、ダウンロードしたんですよ。 で2巻目めちゃつまらないです。めちゃつまらないです。なので、1巻だけにしといてください。2巻目めちゃつまらないです。もう、いやー、この2巻目読んでありえねえ、もう絶対ありえねえと思って、いやそう、いやー、なんだ、この1巻面白かったのに。 どうしちゃったみたいになっちゃって、いや、3、4もダウンロードしてるけど、いや、もう2巻の本当時間の無駄感があったので、いや、もう3、4もう読まずに。 いいね。終わろうかなと思ってる。まあ、ただ、1巻目、この灰色の犬は面白かったので、もしかしたら2巻目がたまたまちょっとおかしかっただけで、3、4は面白いかもしれないんですけれども、まあ、とにかくこの灰色の犬、面白かったので、あのね、あの、小説読みたい、ちょっと時間がある方、ね、あの、移動時間があるとか、ちょっと暇つぶしする時間が欲しいみたいな方はですね、えー、これ読み放題、今のところ読み放題で読みますので、えー、ぜひ読んでいただけるといいんじゃないかなと思います。